さあスピードを生かした井上だ。中に高澤、うん、持っていけるか、シュート左足。さあ渡辺新太、左足シュート。小林誠吾、パスがつながってシュート。ゴール。中でいさおっと、鎌田が左足。一旦立て直し、坂入れてきました。イサヘデン、胸トラップ、残して町中、シュートまでいけるか。開いていきで戻して、ミサオからクロスを入れていきます。ここに長澤だ。ドリブルで上がっていきました。そして浮き球使って、ここに小出、失礼、小林、浮いたボール落として、そしてシュートはで、これは同点だ。はい、もう一度大分、縦へのファウル。これが大分の特徴。出会った、入らないか、入ったか。入れていって中央だ、長澤が飛ぶ。どうだ、入ったか。この後選手交代が大分も行われそうです。はい、下田、長澤。左のサイド、いい攻撃ですね。高田、左足、中に送り込んで、遠いサイドボレーシュート。薬物オービックを押し込んで、長澤。町田が自ら行って、中に上げ切りました。さあ、ここはどうだ。長澤決めました。ここにエンリケ入っていった。長澤、こぼれたところシュート。やりづらさを感じているとは思いますね。さあ、三沢、小林誠吾とつないで左足で入れていく、シュートシュート。バーサイド、ここで決めました。決めましたが、うまく収めました。山本主審、どうだ、ヘルキのクロスボール。そうですね、まあ、こういうボール。さあ、こぼれたところに越えて、左足シュート。おっと、伊佐が収めるか、ここは大岩、いや、これはこぼれた、伊佐がシュート。拾ったのは大分、でもセカンドは大分に上ですね。そうですね。さあ、香川、中を見て、かなり深いところシュート。メッセージから言うと、非常に小倉森監督はですよ。さあ、伊佐だ、左足詰めている。190センチのスオビク、決めました。大分追加点。そのリスクは高いですけどね。クロスが来る、ディフェンスラインの裏、こぼれ球、長澤。さあ、押し込めるか、シュート。入れていく。パスを出す相手が
町田から左足シュート。伊佐は親指を上げました。さあゴール前だったのかもしれません。さあ野村のボールはおーっと、あー吸い込まれてしまった。だけどスイッチ、そして三沢から中へのボール、ニアファーサイド切り返して押し込んだ。下田で来ます、打ったが縦に送っていく、すらして小屋から三沢を取ってシュート。